私がその時なんとなくつぶやいた言葉は、次の小説のタイトルにしようと思ってのことだった。どうやら現時点で私が自分自身について思い出せることは、私が小説家であったこと。そして私には離婚歴がある。昔一緒に暮らしていた女がいたが、彼女については全く思い出せない。それだけでも教えてちょうだい。高橋は死んじゃったのよ。帰ってくるとしたらそれこそ幽霊よ。